細川優子選手です。よろしくお願いします。はい、初日が終わりました。はい、1着。はい、まあ、着だけ見たらね、上出来なんですけど、内容が良くないんでね。もうだってね、朝からプロペラ持って忙しそうにしてました。あ、それいつもです。言われてみればそうでしょう。さあ、レースを終えてみてどうなんでしょうか。正直でダメですね、これは。自分のペラですよ、エンジンとかじゃなくて、はい、ペラが失敗してたんで。評価としてはどうなんですか、今日の船足は。船足だけで言ったら、正直、まあ、いまいちだなって。なるほど。まあ、やっぱり腕で勝ったというような印象も受けるんですが。いやいや、前半はそうでもなかったんですけど、後半がなんせおかしくて、いや、とこなり難しいんですよ。気持ちは高ぶるだけに、逆に難しい。いや、もうね、平常心でいかないとね、事故ってしまうのでね。明日に向けて、2日目に向けては、いや、とりあえずね、ミスしても前に出てく足にしたいので、そこだけです。そしたら冷静でいれるんでね。地元の常滑っていうのはどんな存在ですか、ホームプールとしては。いや、もっとね、たくさん走らせてもらいたいですけどね、なかなか走る機会が少なくて。うん、うん、でも、いつもよくしてもらってるので、恩返しできるようにね、しっかり走りたいかなと思います。やっぱりファンの皆さんもいつも以上にね、常滑を応援してる方も多いと思いますんで。そうなんですけどね、いつもね、ポカするんでね、それをちょっとなくさないとね、いけないですね。でも、着にも負けず、モーターにも負けず、いつもほら、ひたむきに挑戦してる姿が細川選手ですもんね。いやね、ペラでね、良くなるんでね、絶対。まあ、エンジンのせいなんかないです。もうその負けない底力というか、諦めない底力というか。それだけはね、もう信念持ってやっていきたいなと思うんですけどね。そうですよね。鵜飼さんも見てらっしゃると思いますし。いや、鵜飼さんのためにね、頑張んなきゃいけないんだね、今回こそ。また怒られちゃうんでね、ちゃんと走んないと。偉大な先輩が見てらっしゃいますから ね、なんかアドバイスくれるといいんですけどね。惜しいですね。じゃあ鵜飼さんへのメッセージも含めて、ファンの皆さんにもメッセージお願いします。鵜飼さんにね、少しでもすごいって思ってもらえるように、いいレースしたいと思います。いそいそしっかり走ります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。